名称街道は、日本中央競馬会に登録されていた元競争馬で、小倉競馬場に所属していた、乗馬訓練用馬。史上4頭目の小倉三冠馬、史上初の同一年小倉三冠馬であり、小倉競馬場でのレースを得意としていた、ニーカップ町、森永正さ牧場の生産馬。森永牧場は、一家3人で経営する、小さな牧場だが、 過去に、リードエ8等の重症価値馬を生産している。母金銭グローリーは、門別の大塚牧場生産馬で、中央33戦4勝後に、繁殖入りした。名称街道は、第6個になる。本馬は、マヤのトップガン等で知られる、田所優に見染められ、後に、松本義夫との共同保有馬となった2002年に、デビュー。4歳夏までは、 小倉の未勝利戦と笠松の交流競争を2勝、しただけのごく地味な馬だったが、2003年夏の小倉で3連勝して本格化の兆しを見せる。2004年春にオープン馬となり、同年8月の小倉記念で重賞初勝利。2005年には小倉大賞典北九州記念を勝利して27年ぶり史上を4頭目の小倉三冠を達成。 同年の小倉記念も一番人気で連覇して、史上初の同一年小倉三冠を達成した。この参戦はいずれもトップハンデの一番人気で、小倉大賞点は 57.5kg を、小倉記念は 58.5kg を背負っての、レコード価値だった。7歳となり、59kg のハンデを背負った2006年式赤賞を、勝利するが、 三連覇を目指した同年小倉記念は、59. 5 9 5ラムのハンデで6着に、8歳で出走した、翌年も11着に敗れた。2007年10月3日、喉の疾患もあり登録抹消。同年9月8日の朝日チャレンジカップが最後のレースとなった。競争馬引退後は小倉競馬場の誘導馬に転校。2008年1月19日にデビューを迎えた。 当日はパドックでお披露目式が行われ、競争場時代の管理上教師、坂口正宏やオーナー松本義雄、キ手の竹豊からも参加した。その後は、通常の誘導場としての業務のほか、場内外で行われる JRA の PR イベントにもたびたび登場している。2017年夏開催をもって誘導場の任務を引退し、デビュー時と同じように、坂口、 松本部を招いての引退式を取り行った。その後は引き続き、小倉競馬場において乗馬訓練用馬となった。2018年夏開催をもって、小倉競馬場から離れ、岩き市の競争場リハビリテーションセンターでつなぎをされている。小倉競馬場でのレースを得意とし、全11勝のうち8勝を、小倉三冠をはじめとする10勝5勝のうち4勝を、小倉で挙げた。 小倉八勝は、アトラスらと並ぶ最多タイ記録。小倉重賞4章は、歴代最多記録である。4歳以降の小倉での敗戦は、大拓バートラムが1800メートルの日本レコードで、勝利した2004年の北九州記念2着と7歳以降の参戦に、限られる。二つ目は、小倉の鬼、小倉の帝王、小倉の横綱など、JRA60 周年を記念して行われた。 メモリアルホースファン投票では、2位、ドリームジャーニーに2000秒以上の差をつける、最多得票を集め、限界などの風雲寺名称街道カ,カップとして、施行された。小倉でも類の強さを見せる反面、小倉以外では陣営すら不可解な敗戦もあり、人気を背負っての敗戦後には、わからない、理解に苦しむといった関係者のコメントが並んだ。陣営は、本当に、コース相性は、 抜群としながらも、小倉以外で走ることをこの馬の課題とした。小倉三冠達成後、名勝街道は、初 GI となる天皇賞へ出走したが、再位18着に沈んでいる。ありがとうございます。